本当に運動そんなしない生活してたから身をもって感じてることを言うと、運動する方が物あんまり食わない。あー、まあ確かにそれはそうですね。学生時代とか運動してたから、うん、若い時の運動の感覚ってやっぱ部活やって家帰って飯いっぱい食ってみたいな感じなんだけど、このまま年取ってるからか分かんないんだけど、運動すると意外なんかお腹空かないんですよね。うん、そうですね。あ、照明切れた。いや、時間時間です。なんだよこれ、照明のケーブルどこか分かんなくなっちゃった。運動すると、うん、いい意味で食欲が減るんだよね。うん、だからなんか若い頃みたいになんか運動してたくさん食べてみたいな感じじゃなくて、うんうん、運動していい食生活を過ごせるんですよ。だからダイエットになるんだよね。うん、運動した方が。そう。だこれはそういう仕組みなのかな、なんか人間って。いやー、どうな、でもまあ。なんか俺でも本当ね、運動するようになって意外と食べる量減ってんのよ。ダイエットで運動するみたいなのもよくセオリー的にあるけどさ、多分そういう効果あるんじゃないかなと思う。なんか運動をめっちゃした日の方がしてない日より食う量少ないもん。なんか俺は感覚的にはなんかいっぱい運動したらさ、いっぱい補給しなきゃいけないと思ってなんか食いたくなるのかなと思ったんだけど、いやどうなんですかね、意外とお腹空かないんだよ。いやそういう運動したり、うん、で運動せずにずっと家で仕事してる日とかはすごい腹減ったりとかすんの、うん、じっとしてる方がお腹って空くんだよ、うん、で物食っちゃって、うん、さらにだからじっとしてるからカロリー消費してないから太るんだよ。